ダンデーさん、ありがとう。こんばんは。大チョコピマルさん、キョンシーさん、修造さん、ナオくんさん、ありがとう。何の祝なんですかそれ。何のお祝い。こんばんは。クラゲヘア、セリアさん、ありがとう。天使の絵の具さん、坪祐介さん、ありがとう。明日は年稽古っていうかちゃんが言ってたよ、頑張って。そうなのよ。どうしましょう明日。ちょっと恭平さん、ジュンさん、ありがとう。こもちんさん、ありがとう。ちょっとちょっとほのたんに、ディップしやさきまいかちゃんってユニゾン好きなの？え？どうなん？キョンシーさん、オーちゃんさん、マサさん、ニノさん、キヨさん、マグリクリちゃんさん、ダダダダムドさん、リョウスケさん、ありがとう。イオリちゃんはイコラブのオーディションでユニゾン歌った。え、何の歌？それはちょっと何の歌かによって私ははぁってなる。カリングの二人ともにユニゾン大好き。マジ？オリオン？すごい。オリオンをなぞるあれだよね。マジ？アニメ関係だもんね。本当に？いや、音の場とかインスタントエゴイストとか。チャイルドフットスバーとか歌ってたら射抜かれた。マジ？どんだけ好きなんだろう。どんだけ好きなんだろう。だってユニゾンの話できる友達なんてそんなにないんですもん。マジ？どんだけなんだろう。何番目に、世界で何番目に好きなんだろう。すごい無理。
いいな、仲良くなりたい。やば、なんで？全然知らなかったんですけど。今まで。なんで知らんかったん？マジ？ミスターアンディが好き。わあ！誰が？どっちが？すごい。アニメ好きな人はエンネさん好きな人多いから、確かに。友達になりたい。あんちゃん、つないでくれ、あんちゃん。ホジェさん、馬之助さん、コマチンさん、リョウさん、キヨさん、エムケンさん、ツボユウスケさん、キョンシーさん、オーちゃんさん、マサさん、ニノさん、キヨさん、アマグリクリちゃんさん、ダダダダムドさん、ありがとう。自分なんかさ、もうなんかいろいろ語れるようなものって人生でさ全然ないけどさ、ユニゾンさんの愛だけは語れる、誇れるって思ってるから。夏目さん、美和さん、アモズさん、ありがとう。自分のこともよく自分では分かってないけど、ユニゾンさんのことは本当に好きだから。嬉しい。ユニゾンスクエアガーデン、そう、マジ？そんなことってある？あんちゃんに LINE しよだって。ねえ、新しいミュージックビデオ見たっていう話したいもん。あんちゃんとでも LINE しよったんや。22歳ツインテール頑張ったって言ってる。すごい、マジか、マジか、すごいね、マイカちゃん、マジか。可愛かった、最後のシーン、べちゃって最後のシーン可愛かった。
んなに可愛い声で喋るのしんどい。マジ？マイカちゃんめちゃのツイートいいねしてた。ええ、マジですか。マイカちゃんと電話したことあるもん。はん。かわいい。ほんとだ。マイカちゃんがいいねしてくれてるよ。そう、ヒカリングさんをしたから。野口よりちゃんのここもここもやばかったね。ここもし直接話したことある。でも人見知りだから。私佐賀牛のすき焼きさん、パフィンさん、坪祐介さん、松前さん、ジュンさん、熊之助さん、またたびさん、ヒーファーンちゃんさん、ありがとう。マジか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 、すごい。深夜さん、大地さん、ありがとう。野口さんって手遅れセンターの、そうだから、よりさんよりちゃんのポジションで嬉しかった。 I feel 上常連さんになった。リフレクション goes on。 庄司さんありがとう。一挙さて一難さてまた一挙。テンション上がりすぎて香水吹きかけちゃった。いい匂い。マジか。今村さんって断蜜感あるトワイスのライオンっぽい。誰々感あるって言いながらぽいでは違う人の名前出すなんてすごいね。でもナヨンさんめっちゃ好きだから嬉しい。マジ皆さん推しの桃さん憧れのなりたい1位はナヨンさんだから嬉しい。マサトさん、キョンシーさんありがとう。セイチさん、セイゴさんありがとう。ねえ、アーモンドピノまだ見つけたことない。どこの、わかんない。なんか安いやつ、これクラシックローズ、いい匂い。スカパラダさん、ダンデーさんありがとう。ナヨン感ある。マジ？嬉しい。あんちゃんが隠してそう。マジ？おかかごはんさんありがとう。あんちゃんから LINE 返ってこない。配信してんのかなあ。あーじゃあマジかマジか、すごーい。今日の4巻、あ今日メイク自分でしてないからな。
ロー道編みぼさってるって書いてるツイッター、そういう髪型やし。ソラハちゃんと南ゆりなちゃんと LINE しました。今日は南ゆりなちゃんと昨日私から LINE 交換した。イマムーさんありがとう。くどいた南ゆりなちゃんも。くどかせてくれ。そう、いややちゃん、さよなら待ちゆかり、ずっと愛してたよ。なんだっけその歌。テトロトトロ映画みたいに、あれだよね、モードムードモードの中よね。うん、夢が覚めたらか。あ、ホゼさんありがとう。指でハートサッとつくのいつもすごい。よくずれるよ。でもどかせてくれ。早く口説きたい。早くしなきゃ。イリには砕いたように怒りがも早。それはちょっと無理。先輩、一応先輩っていうあれがあるからさ、いやいやちゃんには。スカパラダさんありがとう。僕、あ、間違えた。僕のプロフィール画像見た、あ、間違えた間違えた、通報したなと。見たことありますかさん、ありがとう。ヒチユンさんありがとう。ってことない。野蛮な気合ってどれぐらいで覚えられたの？え、でも結構さらっと覚えました。ブルーさんありがとう。私が一番苦戦したのはウザだよ。いややちゃんも配信で見てた話だって。そう、その食パンになりたい。しゃがんでターンみたいなのが好き。いや私もそれしたいんだよね。スタジオでやりませんかってよく言うけど、なんか難しいんだよあれ。アイドルさんとかの写真集、長濱ねるさんと斉藤飛鳥さんと川口春奈さんとか、でもいっぱい持ってる。そう、あれでしょ、荒野に解き放てのところじゃないの。ウザのドルフィン見てきたね。キョンコさんの写真集まだ予約してないよ。うん、あんちゃん、ユニさん、トロブさんがツイートしてる。あんちゃん、あんちゃん、恭平さんありがとう。潮騒ね。
私は不安からのこのテンションが続いております。めっちゃ不安、これからの人生。嘘、今日の夜だけ。今日の夜めっちゃ不安。明日の朝もめっちゃ不安。この背景も明日の朝でしばらく終わります。終わります。そうな、何十泊分の荷物を詰めれるかが不安だし、詰めたいってなら、詰めたいってなら、詰めたくない。キヨさんありがとう。詰めたくない。前の時とかホームシックになったりしなかった？全然のびのびと暮らしてました。松前さんありがとう。はい。あーご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 ー。庄司さんありがとう。大義めっちゃ大義。きこりさんありがとう。そうそう、おきちゃんと一緒です。私も大義言うキャラやったん。大義はだってめんどくさいって意味じゃん。めんどくさいって言うじゃん。うんごうんごうんごうん。こんばんは。タウが一番好き。私もタウが一番好き。タイギー言わない日はないってくらい言っちゃう。それはそれはちょっと抗体検査した。タイギーって言ったらタイギーくなるから。私もやけど、あんま言わん方がいいよ本当は。私はもう出ちゃった。もうそれはしょうがない、マックスだから。夏、この前は夏だったからまだ良かったんですよ。 T シャツをさ、いっぱい詰めてさ、薄いからさ簡単やけど、今回冬だから大変じゃないですか。針痛かった。めっちゃ痛かった。もうなくなった。あと怖かった、抗体検査超怖かった。怖かった。おきちゃん配信してる今。いや自分で刺すの怖かったけん人に刺してもらったけど、マネージャーさんに、でもなんか人に刺された方が痛いらしい。そう、そうなんじゃけど、うん。
きちゃんやめて、荷造りしないで、まだやめて。12時にせーのでやろう。おきちゃん、そうパチって言うのめっちゃ怖い。通話しながらやるといい。私人に気軽に電話できない。まあちょっとだけ準備してるんですけどね、私。怖すぎる、怖い。ちょっと最近めっちゃふくちゃんといるから、ふくちゃんみたいな喋り方になってるんだよね。パイのみさんありがとう。やばいやばい、ふくちゃんみたいな喋り方になったらやばいやばい。ふくちゃん映るんだよ。ふくちゃんやだー、怖い。ネット、うおー、待って無理。うん、誰かやる気をください。ネットちゃんのネット可愛かった。にゃんにゃんすけとお父さん、猫好きなんよ、アレルギーなだけで。本当はねわしゃわしゃしたいんだけどできないのよ、やる気スイッチない。もう線から引っこ抜かれてる。現実逃避してフォートナイトやろう。よし、そうしよう。誕生日終わる。お、そんな、こんなギリギリに。あなた、はるゆきさん、お誕生日おめでとうございます。よっ、よっ、はるゆきさん、お誕生日おめでとうございます。これも持ってかなきゃ。13位クロニャンコさん、12位ピーファーンさん、11位エムケンさん、10位ダンデーさん、9位ブルーさん、8位アモズさん、7位ダダダダムドさん、6位コモチンさん、5位セリアさん、4位キヨさん、3位ホジュさん、2位キョンシーさん、そして1位はドゥルルンちゃん、坪井ゆうすけさんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はドゥルルンちゃん、タンタンさん、タン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 、ありがとう。それでは皆さん、私のやる気スイッチを押してください。お待ちしております。おやすみちゅん、また明日。